さんどうもです。株産協も日本は、えー、残暑で暑いですよ。残暑も国葬です。えー、この暑さには、えー、雲の減少も原因なんじゃないかっていう説もあるみたいです。2000年以降で雲が0.79%減っているそうです。なるほど。えー、紫外線がバシバシきそうですね。でもなんで雲が減るのか不思議ですね。あとパラのトライアスロンでも。 胃のムカつきと吐き気との戦ったらしい、戦ったって、えー、告白する選手がいたみたいですよと。はい。だから言ったんですよ。よくないって。ねなのにやったわけでしょうん。まあ言ってもやるんだからね。まあ経過の方が大事っていうことでやってるわけですもんね。うん。まあ雲が減る理由としては、まあ,あの空気中の塵とか埃が減ると、えー、エアロゾルっていうので、 実はあの雲ってエア,ロゾルエアロゾルがないとできませんね、あのほとんど。うん、空気中の賃料は減っているのかな、もしかすると。カ、う、ム、んえー、さん、この先日本に大雨が増えるのは大気汚染物質の変化が影響もあるらしいですよ。温暖化に加えて東アジアからの、えー、大気汚染物質が増え減ることで、えー、日射量が増えるからだそうです。 国際的な温暖化対策が,が進むほど日本の豪雨は極端化するらしいですよ。なんだか悩ましいですねということみたいですね。うん。そらかねさん、どうもです、えー。パバハラ問題様々などさまざまな疑惑の価値を担う兵庫県の斎、えー、藤元彦知事に対して、えー、今月12日も自民党兵庫県議団が、えー、知事に対して、 正式に辞職を求める方針であることが明らかになりました。これに立憲民主党なども賛同する見通しのことです。日本維新の会などの対応が気になります。これに応じない場合には、知事に対して不信任決議案を可決する、可決を目指す方針になると思いますが、その場合、県議会の解散か、知事職の辞職を 知事本人が選択できるため、えー、それでも自粛に応募しない可能性も考えられます。えー、その場合は、議会選挙が終わった後に、再度不信任決議案の可決を見なすことになるため、知事自らが自粛に応募しない限り、えー、この問題の解決は険しい道になると思いますということだそうですね。はい、これはどうなっていってしまうんで,でしょうかね。うん はいりくちゃんそう、そうなんですよ。コメントがね、まだね、トラブってるんですよね。羽生君会のところでもトラブってました。でもさっきのりくちゃんさんのコメント、びっくりしましたね。防戦が引いてたんですよね。防戦はあ、もう初めて知りましたからね。びっくりしました。うん。はい、えー、よろしくお願いします。兵庫県の、えー、斎藤知事に辞職を求める署名を渡しましたよという話です。えー、こうやって行動をしている県民も、実はいます。 でも、署名を提出するためには何十文という数が必要なんです。まだそこまで集まっていないから提出はできません。えー、署名を検討に提出できれば、さすがに報道はされるでしょう。しかし、行動をしている県民がいることを何も知らないからか、言いたがりの人なのか、兵庫県民は何もしないという人がいるのが、私は腹立たしいのですと。うん、なるほど。それでせめて、株ぶくんテレビで署名したと書きました。 お見え越しし失礼いたしますなるほど署名活動が行われているということなんですね。うん。レモンみかんさん、どうもです。北海道ドー食品さんがチェルシーを復活販売しました。よかったですね。えー、地元産の発酵バターを使った、えー、生清酒感のバタースカットチ味で、えー、北海道限定販売。 864円とても人気がそうですね。衛生完売しているところもあるそうです。食べてみたいわ。お食欲が出,出てきたぞということですね。いやー、もうチェルシーはね、あのー、僕も好きでしたね。はい、あのー、キャラメルはそんなに好きじゃない,ないんですけど、チェルシーはいいと思いますね。復活、あのー、よかったです。うん。カムさん、8日は土星が地球から見てちょうど反対側に来ているそうで、 年内で一番明るく大きく見えるらしいです。一晩中見られるみたいです。今年は15年に一度の土星観測の工事だそうで、えー、来年には輪が見えなくないからチャンスだそうですということですね。はい、ちょっと見てみたいと思います。でもこれは多分望遠鏡がないと輪を見ることができないんです。肉眼ではさすがに難しいですよね。うん。あ、これね、このコメントはね、到着でございますね。はい。 えー、マスミンさんどうもです。あ、そう、そうですよね。カブクンテレビに変わった、ね、華麗なチャンネルから。うん。ところで、ずっと前に何回も猫パンチされたずっと前のお話、米が見れるようになったみたいなんで、カブクン見て覚えますかえー、ここの645にあります。なぜ分かったかというと、どなたかグッドマークをつけていきたい、えー、通知が来たんですと。あ、おかしいですね。あの、もし来てた場合、ここに来るはずなんですよ。ないですね。 おかしいななんかね新しい順にして時々見える時と、えー、見えない時があるんですよでたまにこうやって更新すると時々あってなってでもすぐ消えることがあるんですよまたねまた更新しちゃうとなのでそういう時は、えー、スクソしてますはいなのでちょっとねまだおかしい状態続いてますねうん